今回の街角県政は、県内企業の医療・介護分野への参入を支援する県の取り組みについてご紹介いたします。企業の皆さん、必見です。福井県には繊維・メガネなどの加工で培われた優れたものづくりの技術を持つ企業がたくさんあります。県ではこうした技術を成長が見込まれる医療産業で生かしてもらおうと、企業の医療学会への出展を支援するなど、さまざまな活動を行っています。昨年は国内最大規模の医療機器の展示会に福井県として初めて出展。国内外から集まった医療や福祉のプロたちに県内企業の製品をアピールし、販路開拓につなげました。また、今年1月に開催した医療現場の見学会にはおよそ20の企業が参加。手術室やリハビリ室などを回りながら、実際に使われている医療機器などについて医師や看護師が説明しました。参加した企業の皆さんは開発する製品のイメージを膨らませていました。我々の医療関係にちょっと従事してないものですから、正直知らないことばかりでした。これをきっかけにですね、新しい製品開発をちょっとご提案させていただこうかなというふうに考えてますね。現場の方でいろんなニーズをですね、直接聞くことができましたんで、次のまた商品の開発につなげていきたいと思います。当社のですね、扱っている商品のですね、開発にもですね、非常に実際の生の声が聞こえて、いろいろ活かせていくことができるなというふうなことが思います。また先月開いたセミナーでは、実際に医療産業への参入を果たした企業が実用化までの道のりを紹介。光ファイバーの製造技術を生かした医療機器開発の話に参加者は興味津々といった様子でした。たくさんの企業が医療産業で成功することを期待したいですね。今月17日には医療福祉機器メーカーによる講演会を開催いたします。メーカーのニーズ、業界の最新情報をお聞きできる貴重な機会となっております。ものづくり企業の皆さん、ぜひご参加をお待ちしております。